はい、どうもスティンガーエアソフト代表の大門団長です。よろしくお願いします。はい、ということで今回はねエーステックさんからレビュー依頼が来たのでこちらレビューしていきたいと思います。こちらですね、なんとクリス・ベクター専用のトレーサーです。商品名 THOR、 発音的にはトーって感じあの海外の人だとそんな感じでしたね。ソーとトーの間みたいな発音しましたけれども、私は英語が苦手なので難しいです。じゃあね、開けてみます。はい、見た目こんな感じですね。結構大柄ですね。中にねビフロストが入ってます。このようにパカッと開くとね、前にレビューで紹介した BB 弾が虹色に光るやつですね、これが入ってます。まあ、めっちゃこれ自体はもうめちゃくちゃ軽いですね。こいつにはネジ切りとかないので、もう完全に中に入れて使うためのものですね。で、もともとクリス・ベクターに専用のサイレンサーみたいなのって、こういう四角い系のやつねあったと思うんですけれども、それを模してるやつですね。で、トレーサー入れるところね、これ蓋がかなりしっかりしていて、これまあ今日全部アルミなんですけれども、削り出しなんですけれども、これ取り付けがすごい楽なんですよ。こう入れるじゃないですか。で、蓋を斜めにこうやってこうひねるだけ。もうガタが全然なくて、合いがめちゃくちゃいいですね。さすがエーステックさん、ものづくり素晴らしいですね。ではね、ベクターにつけてみましょう。これね、なんとね、差し込むだけですね。ぴったりめちゃくちゃ楽ですね。で、ガタほぼないですね。まあ、無理くりねじろうと思ったら、まあ、ねじれちゃいますけれども、全く気にならない感じ、まあ、これぐらいですね。普通に使ってて問題ないです。ベクターね、このサイレンサーついてるイメージあるんでかっこいいですね。ちょっと長くはなってフロントヘビー感も増しますけれども、まあ、見た目的にはかなりいいと思います。外すときはですね、ここのボタンを押しながら前に引っ張るとこのように簡単に取れますね。非常に便利です。楽ちんですね。入れるときは差し込むだけ。すごい出来がいいです。カッチリ感、まさにクイックデタッチャブルですね。で、付属品はこのようになっています。まあ、説明書ですね。で、ちゃんとね日本語あります。あとね、ステッカーとなんか感謝の手紙みたいなやつと、で、ビフロスト充電するための USB Type-C がついてますね。あとね、マガジン刺すとやっぱりバランス取れてなんかかっこよくなりますよね。やっぱね、サイレンサーサプレッサー取り付けた時はロングマガジンの方が個人的には好きですね。せっかくなんでね、 T1 タイプのレプリカドットサイトと D バル乗っけてみました。ちょっとね持ってみたんですけど、すげえかっこよくないですか。やっぱね、モルトかっこいいっすよね。ちなみにですね、ビフロストが入っているタイプですと Amazon で価格が現時点で 21,890 円で、中身がブライター C が入っているタイプもあります。ブライター C っていうのは、虹色に光らない普通のトレーサーですね。そのタイプだと価格が 19,800 円になります。まあ、価格はねそこそこしますけれども、まあ、ドレスアップパーツとしてあとトレーサーもついてるっていうんだったら、まあまあ、専用品の価格としては普通なのかなっていう気がしますね。まあ、ベクターかっこよくしてさらにトレーサーで光らせたいっていうんだったら、まあ、これ一択になるのかなっていう感じがします。で、電源は左側のボタンを押すと入ります。今度右側を押します。そうするとこれフレームモードといって、マズルがね、光ります。今赤に光る状態なんですけれども、もう一回さっきのボタンを押すと、これがオレンジですね。これが黄色、緑、青、ピンクですね。今ちょっと赤く見えてますけどピンクです。で、紫で、もう一回押すと RGB モードってやつですね。で、もう一回押すとこれがレインボーモードです。で、これがダイナミックレインボーモードですね。で、個人的にはね、レインボーモードすごいおすすめです。で、もう一回押すとデモモード、まあ、全部のモードを順番にやってくれるってやつで、もう一回押すと、このフレームモード、ここが光るモードが、オフになります。メモリー機能があるんで、電源オフにして次電源オンにした時は最後に使った機能で起動されますね。なのでいちいち設定する必要はありません。あとはね、スリープモードがあります。5分以上全く動かさないで置いておくと電源がオフになりますね。で、ほんのちょっとでもこれぐらいですね。これぐらい動かせば電源オンになります。なのでゆっくりこれぐらい動かしただけじゃ電源オンにはならないです。ちょっとした衝撃、軽い衝撃を加えてやるとすぐに電源がオンになりますね。で、サバゲーで使った後はですね、カバンの中でスリープモードだと歩いてる時に電源オンになりますから、必ずね、使った後はここの電源ボタンでオフにした方がいいかと思いますね。
はい、じゃあ暗くなってきたんでレインボーモードでちょっと打ってみます。やっぱテンション上がりますね、これね。綺麗ですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。やっぱ綺麗でしたね。ビーフロストに関しては前の動画で一度ね説明しておりますので、細かいところはねそっち見ていただければと思います。やっぱねベクターにこのサイレンサー似合いますよね、四角い感じのやつ。やっぱ専用品として作ってるだけあってまとまりいいですね。銃とサイレンサーの間に隙間がなくぴったりしているのもいいです。いや、ベクター使いの人はねぜひともつけてみてほしい一品でございました。はい、ということでね今回はレビューでございました。また次回になります。さようなら。